阿ミノ菊は大正末期から昭和にかけて活躍した小説家。詩が直古屋に見出され、講師で文壇に登場。自らの追い立ちや度重なる不幸を罪とした詩小説に徹し、その重厚な文体が戦後高く評価されて多数の賞を受けた。日本芸術院会員。別名、相原菊子。東京市や座ブ谷町でバグ製造業の父。 亀吉と藤野の長女として生まれた。亀吉は、新州の農家の出だが、赤坂田町のバグ達子と、金子達五郎に奉公して、バグ職人となり、戦争需要で成功し、バグ川具軍受品一式製造販売の、他東京電線株式会社の監査役も務めた。菊が生まれた頃は、貧民街にあった元人力社夫の祖父の家で、暮らしていたが、家計が豊かになるにつれ、 赤坂表町、麹町区三番町へと転居し、菊は小学生の途中から番町小学校で学んだ。取引先の若い店員との不倫により母親が貫通罪で実刑となり、両親が離婚したため実母とは7歳で生き別れ、3人のママ母を迎え、腹違いのイボテ前に囲まれるという複雑な家庭で育つ。13歳頃腹膜炎、六膜炎を患い、 おばの家で描画する。千代田工場を経て、1916年に日本女子大学英文化に入学し、同年実母への複雑な心境を描いた2月を執筆し、1920年に同作を含む秋を国文堂書店により、自費出版して作家デビュー。同級生に宮本由里子、児童文学作家の丹野定子がおり、丹野とは生涯進行した。 大学を卒業した後、母校で教師を務める。1922年から2年余り、早稲田大学ロモン科の長考生となる。友人の湯浅義子と旅行中に、関東大震災が起こり、東京に戻れなくなったため、湯浅の故郷京都に滞在し、当時淡田口に住んでいた、志賀直哉を一気の思いで訪ねたところ、持参した講師を滋賀に認められて、弟子となり、 滋賀の圧戦で1925年に文芸春秋に家を翌26年中央公論2月に講師を発表。1926年から2年間滋賀の転居先である奈良に住んだ。滋賀を通じて武者の工事さねやつや滝井工作はじめ多くの文人と交流した。新たな母の腰入れが引き金となり、1929年に 発作的に服毒自殺を図り、翌年には密かに心を寄せていた画家の中村、健一の結婚に打撃を受ける。作品を読んで感激したという京都、帝国大学哲学科卒の教師、愛原晋作から手紙で求婚されて、すぐ承諾し、お互いが王を知らないまま1930年に結婚。満州法典の満州以下大学予科教室に、 ドイツ語教師として勤務していた愛原と共に、法典で暮らす。しばらく文筆から遠ざかるが、帰国後の1938年に離婚し、1940年に記者の中で、礼復帰。失敗した結婚をもとに、太る、風呂敷、妻たち、おかしな結婚などを執筆。私小説、随筆風の作品が多い。ロシアの児童文学、民話などの翻訳もある。 戦中は、東京で一人暮らしをし、吉谷信子や池田小木倉と、信仰する一方、両手を、重症の水虫に侵され、リ町ウマチに悩まされるなど不調も抱えた。1962年、桜の花で、芸術戦勝文部大臣賞及び、女流文学賞。1968年、一語一恵で、読売文学賞。同年、日本芸術委賞。1969年、 芸術院会員。1971年に、五穀寺浦の名うやパートに転居。同所には、広津和夫の仕事場があり、広津の娘で、網野の没後のその生涯を表した、広津桃子と親しくなる。1978年5月15日、東京都渋谷区駄ヶ谷の東京勤労者医療会、代々木病院において、人不全のため78歳で死去。母書は、 青山霊園、雨のきく急遽跡として、千代田区四番町図書館に記念プレートが設置されている墓、ありがとうございます。